YouTube。 いきなり叱られました。で今日はですね、あの高速道路における非常電話というのがありますよね。今ここに見えてまいります、この左側にありますこの非常電話の電話ボックス、これは何キロポストごとにあるかご存知でしょうかね。シンギングタイム、終わり。ですね、まあ、正解から言うと約500メートルですね。500メートルごとに1台設定してあります。で、上りと下りがね、ほぼ一緒ぐらい。あら、なぜかスピードが落ちた。なんでだ、すいませんね、なんでスピードが落ちたんだ、なんでスピードが落ちたんだろう。あ、すいませんねなぜかスピードが落ちました。500キロじゃない、500メーターごとですね、すいません、500メーターごとに設置してあります。で、上りと下り同じ位置にあります。ほぼ同じ位置、まあ同じ位置ですね。まあ今ちょっと、あ、ここに見えてくるかな、ここにあるでしょ、ここに左側に、で右側にもあるでしょ、同じ位置にあるんですよ、上り下りとね。で、このなんでもないところは、なんでもないところというか、トンネル以外では500メートルごとにあるんですが、で、トンネルの入り口にありますよね。で、このトンネルの中は、実は100メーターごとにあるんですね。今見えてまいりますね。これ、右左であるんですよ。今の非常のあれでしたね、ここにあるでしょ。で、ここにもまだありますよね。100メーターごとにあるんですよね。ここにもあって、ここにもありますよね。というのはですね、トンネルの中で事故を起こすとですね、まあ、大変危険なことが想像されるわけです。で、火とかね、煙とかが出たら本当は危ないじゃないですか。なのでね、500m もね歩いてたら相当時間がねかかるので、まあその最短距離というかね、まあ 100m ぐらいと、まあ、国がなんかが定めてるんでしょうけれども、こうやって間隔が、トンネルの中では間隔が短いわけなんですね。で、非常用の出口のトンネルもあると、人が通れるほどのね、なんだあの車間距離は、なんだあの車間距離は。こういう人たちがこのトンネルの中で事故をするんですよね。ほんと毎度毎度よく言うんですけれども、で、まあ、トンネルの出口にも出入り口にもすぐに電話が設置してあります。非常電話がね設置してあります。これをね、知ってると知らないとでは、まあ違いますからね、そうやって覚えておいてください。で、今頃はですね、携帯電話もあるんですが、まあ、携帯電話を活用するのももちろんいいんですよ、もちろんいいんですが、でも非常用の電話ですと、もうその道路公団にですね、道路公団って言うんかね、今その道路公団にですね、どこでこの人はどこで電話をかけているというのがすぐにセンターの方に分かりますので、現在位置をまあこと細かく言う必要はありません。もうすぐに分かるんで、はい。まあ例えばこの道路の左側に何キロポストという表示があるじゃないですか。ここからと左側に言いますけど、355.2 キロポストで今書いてありますよね。で、
そのようにですね、まあそこの非常電話を使えばもう相手に言わなくてもね、とこの位置が分かると。で、私はですね、昔ですね、東名高速で清水インターの手前だったと思います。その辺でね、バーストしたんですね。で、動けなくなったとた時にですね、この非常用の電話を1回だけ使ったことがあります。で、その時にね、ここは交通量少ないでしょ、ほんと少ないですわ。でもね、東名高速はね、もうひっきりなしに車がね、ブンブン通るんですね。でね、なかなか聞こえなかったですね、相手の声が。相手はね、そりゃ静かなセンターにいるかもしれませんけれどもね、私はそのね、真昼にみんなトラックとかね、マイカーが100キロ前後でね、ビュンビュン走る中で電話するんでね、ほんと聞こえなかったですね。もうあれにはね、ちょっと改善してほしいなと思いましたわ。ほんと聞こえにくかったですよ。はい、これは絞り込んでると思ったら違うんですね。せっかく右に寄ったんですけれども、左に帰りましょう。ということで、このトンネル以外の場所では500メートルごとに設置してあると、非常電話ですね。で、トンネルの中では100メートルごとに非常電話は設置してあると、ということを覚えておいてください。それではこの動画は以上になります。なんだ、たまらない役に立つ話をするじゃないか親父という人は登録ボタンをお願いします。私みたいに大きな一物が欲しい人はチャンネル登録をしてください。いい神様を紹介します。大きな一物をあなたにあげます。